日本人は意外に手先が器用なんです。まあ、自分の手を見れば仕事してる手だなと思いますけども、触った瞬間の肌触りによってつまんだ感覚で硬さが分かるとかっていうのはあるので、こちらでやってるのは今溶かしたものを型に流し込んで製品にすると。なかなか世界的に見てもそういう工芸品は少ない中で、いかに日本の文化として確立させて芸術性のあるものにしていくかっていうのはすごく大事なことだと。オートメーションっていうことで計算通りにやるだけっていうのは味もそっけもない。人間はその時の力のこもったところ、手を抜くところとかっていうのは微妙に感覚的にあるけど、心が出るんで。藍色っていうのは大変素晴らしい。日本の風土の中では藍色という色がとても懐かしく神聖にですね、それで作品を作ると敬うというか。日本の職人技のようなものの中にも今まではずいぶんうまく機能してきたので、これは溶接といって手仕事でですね、一本ずつこういうふうに溶接をしていって作ります。おもてなしっていう言葉はすごく日本の独特の言葉だと、使う人の身になって最終的にはお客様が使っていただいて数年経ったのが完成形なので、いいものを作り上げるような考え方かもしれないですね。